3対1で快勝し、今シーズン最後の試合を白星で飾りました。今シーズン8位が確定しているサガンの最終戦は、お隣福岡との九州ダービーとなりました。試合が動いたのは前半12分、ペナルティーエリア内でミッドフィルダーの江藤が PK を奪うと、これをレオナルドが落ち着いて決め先制。互いの意地とプライドをかけた九州ダービーは試合もヒートアップします。前半15分、福岡はアレックスがレッドカードで退場。さらに福岡は35分にも退場者を出し、2人多いトスが試合を優位に進めていきます。後半開始直後にもフォワードチームが追加点を挙げ2対0。後半35分、福岡に1点を返されますが、試合終了間際にディフェンダー吉田がダメ押しのゴールを決め、3対1で見事最終戦を白星で飾り、ライバル福岡との対戦成績を3勝1敗として全日程を終了しました。